山陽小野田市より参りました人相自身と申します。我々が今から踊らさせていただく曲のコンセプトは皆様ご存知の童話笠地蔵でございます。おじいさんと出会う前、出会った時、出会った後の地蔵の気持ちを歌と踊りで表現いたしたいと思います。一生懸命笠地蔵を演じますゆえ、皆様どうかご声のほどよろしくお願いいたします。幾年もの昔、とある村外れに、何百何千年とその土地を守り続けてきた地蔵がいたそうな。これはその地蔵の心温まる出会いの話。始まり始まり。登場し昇華に至ります。回せていただくは人相自身によるせっかくご主人と参ります。我々は古州地蔵と呼ばれ、もう人の温かさには触れることはかなわない。そう思っている矢先にあなたは現れたのでございます。これはお地蔵様、雪が積もってさぞお寒いことでしょう。私の傘でよろしければどうかかぶってくださいませ。傘をかぶった珍しい地蔵がいたそうな。
我らはこう呼ばれています。笠地蔵と。はい、人相自身の笠地蔵いかがでしたでしょうか。それでは見てくださった皆様に礼。直れ。どうもありがとうございました。人相自身。